阪の梅田にあるマジマスタンドさんに来てます。夜ご飯食べます。ここ可愛いんだよ。くまちゃんのね、サワーも可愛い。しかもね、アルコールありとなしがね、だいたいメニュー揃えられてるからね、昼間からね、来やすいと。またあれですね、映えですね。映えですよ、映えしかいかんもん。基本映え、映えかご当地ものかみたいな。みゆちゃんの中でも映えがね、中心ですからね。今日はご飯食べながら何を話してく？じゃあ映えで。映えについて話すの。私の映えについて。みゆちゃんの映えのこだわり。あー、こだわり強そうですね。強い。変わった串物のメニューがめっちゃ多い。なんかウニとかイクラとか魚介系の串物もあるとこで。こちら赤しみ。かわいい。煙出てますね。ポテトサラダかわいい。コマちゃんかわいい。アイスが溶け始めた。スタンサワーとパインサワーでミートボールとお通しとポテト。乾杯しよう。かけちゃん。あ、すごいこれ二重になってるんだ、うん、上だけ飲むんだよ。ドライアイスがね、下に入っててモクモクモクってなってるんだけど下は飲めないです。うわー、でも結構パンパンじゃない？かさ増しなんだ。上だけポートこうやってこうやって取らないと。よいしょ。映えない。めちゃくちゃ映え。クマが。あー、こぼれそう。クマちゃん。スキッピー。うん、おいしい。奪った。はい、大丈夫です。チーズチーズやって。チーズにチーズ。ローストビーフのシカゴチーズが来ました。中にね、チーズが入ってるみたい。とりあえずさ、この卵は気に入る。動画しっかりインスタ用にも。いいよ。よっよってなるほど、こうやって映えが作られているんですね。映えてますか、ね、これは映えですか。これは一応断面映えかもしれない。全然あの上手に切れてしまう。全部お肉の中にチーズが。食べていきましょう。よし、いただきます。ローストビーフから。マッシュポテト入ってますよ。今日はじゃあみゆちゃんの映えについて聞きましょうか。ズバリみゆちゃんにとって映えとは。映えってさ、いろんな種類あるじゃん。だから一概にこれとは言えないんだよね。でも自然の映えもあるじゃん、景色とかさ。でそういうのもあるんだけど、私は自然の映えよりは作られた映えが好き。みゆちゃんの人生において映えって結構大事なものじゃないですか。何パーセントぐらい占めるんですか、人生の映え。どういうこと、何と比べて。要はその映えがない世界だったらどうする。つまんなくないって思うレベルですね、結構ね。そうそうそう、日頃から映えを探したりとかする時間結構好きやから、なんか空いた隙間時間とかにさ、インスタ見てさ、最近の映えとかさ、なんか新しい曲とかね、
ツアーとかさ調べてる時間ってすっごい好きなのよ。楽しいの。現地に行って楽しんでるわけじゃないんだけど、その調べてる時間がめっちゃ好きなの。それって別にプライベートな時間でもあり仕事ですもんね。まあまあまあそうね。なんだろうな、それがゆくゆく仕事につながったりとか情報の収集の一つにもなってるけど、でもさ好き、本当に好きでやってるから当本人は追求してるだけみたいな。そう、可愛いとか映えとか。すごい。でも僕主観ですけど、みゆちゃん映えがあるのとないのとじゃすごい機嫌が違うなって感じがしますね。映えなとことか映えなものとかが見れるとか食べれるとかなる前のみゆちゃんすごいご機嫌ですもん。自覚あります。やっぱそんだけ好きなんですね。じゃあこの映えって結構みんな使うんですけど、人それぞれこれ映えてるねって思うけども、みゆちゃんのこだわりというかこれは映えてる、これは映えてないみたいな境界線の中あるんですか。なんだろうな。でもやっぱりなんか美しいとか綺麗とかっていうよりは可愛いものが好きだから、例えば普通は可愛くしないものを可愛くしてたりとか、可愛いものを組み合わせてるとか、そういうのが好きかな。可愛いかける何か。うんうん。あとなんかその意外性とか、でこれこんなんしちゃうみたいな奇抜なアイディアに映え、そう例えば物は普通なんだけど、こういうご飯だったらご飯では普通でも盛り付けがなんかこだわってたりとか、お皿がこだわってたりとか、別になんか物そのものじゃなくてもいいとか。まあそのポテトとかもね、ケチャップでほっぺたペペって書くだけで可愛いやんな。これ映えてるみたいな。これやんな、懐かしい。これさ小学校の時お弁当によく入れてもらってたんだけど、普通のポテトじゃなくてこれがいいみたいな。可愛いのがいいみたいな。アンパンマンもよ。うんうん。今食べても普通に美味しいですよ。なんかさ、ポテトがマッシュっぽくなってる。あ、すごい。僕みゆちゃんインスタ結構こだわってるイメージあるんですけど、なんていうかな、車椅子ユーザーの映え重視と、うん、あの健常者の映え重視ってちょっとなんかこれ角度が違うかなと思うんですけど、感性とか一緒にしてももう結局やっぱ撮る写真って変わっちゃうじゃないですか。例えば物理的なもので言ったら車椅子が入ってる入ってないとか、でその車椅子で映るじゃないですか。なんか重視したことあります？気をつけてるとか意識してることとか。まず車椅子に映るときは車椅子の角度とか正面っていうよりはちょっと傾けて、逆に車椅子を綺麗に見せる、どうせ見えちゃうならみたいな。で車椅子が入らない方が綺麗だなって思った時はもう自分が例えば椅子とかあるとこだったらそっちに座って映っちゃうし、で車椅子映さないみたいな方法もあるし、例えばなんか前行った時だとその段差、入り口が階段だったんだよね。そこに私が座っててそのお店の名前と写真を撮るって感じだったんだけど、それすることによって、まあ、入り口はおしゃれだったわけよ。なんだけど階段があるってことはまずそもそも伝わるじゃん、私がそこに映ってるから。で車椅子はないけども、普通の人が見たら多分あおしゃれなシーンぐらいしか思えないんだけど、車椅子ユーザーから見たら入り口に階段があるってことがそのシーンで伝わるみたいな。なるほど。あ、はいはい。あ、その写真の中にゆめちゃんいることによってそこに階段あるっていうふうに視点が向くみたいな。そうだから映えな写真を撮る時も見る人によってはそれが情報源になってるというか、映えの情報源だけなのか映えプラスバリアフリーの情報源になってるみたいな。あえてなんかこう段差がありますとかこんなに広かったよとかっていうよりは、例えば私がこの車椅子で通ってる様子をさ、この動画とかでもさよくこう Vlog とかに載せてるけど、あ、私の車椅子のサイズだったら通れるんだなとかって分かるじゃん。別になんか福祉とかバリアフリーって発信してないけど、ただ美味しいものとか可愛いとこを紹介してるだけだけど、でもその当事者が見る側が車椅子だったら、あ、私も行くぞみたいな情報を見にプラザルファンになってるみたいな。なるほど。まあ、あえて車椅子で映ることもあるんですね。うん、あとはそもそも車椅子を買う時点で、車椅子ってさ今いろんな色を売ってるけどカスタムとかもできるんだけど、でも基本的にはさ私暗めの色も全部黒とかほぼ黒のものだし、まあ、一部パープルのラメ入ってるぐらいなんだけど、いろんな服の系統を着るのだから場所に合わせて服を選んで着るから、車椅子がこの色合わないとかそういう系統の服の時はこの車椅子の色合わないとかなりたくないから、車椅子はあえて地味な色にしてます。そこまでこだわってそのことまで考えて、すごいですね。その写真から感じれるものとかも全部考えて車椅子の色まで考えて、すごいですね。本当にクリエイターですね。まあ、そうやって写真から読み取れることっていっぱいあるから、まあ、そういうところに意識して写真とか見てほしいとかですね。まあ、見てほしいともまた違うんですよね。見るつもりで見てないけども自然と情報が入ってくるってところに意味があるんですね。めちゃめちゃチーズです。うん、チーズの上にチーズ乗ってる。
伸びなかった。めっちゃチーズ、これチーズ、チーズオンチーズは倍ですか？伸びたら倍だね。あ、伸びれば倍。ねえ、カメラマンがもう食べた。かわいいの食べた、ここ。食べていいって言ったじゃないですか。言ったけど、今晩食べてください。倍食べてください。顔食べた。トマトと生ハム、バジルの串物です。珍しいね。イタリアン。さあさあ、ミュウがいつも基本的にさ、倍重視で教えられんじゃん、はい、みたいなのが、はい、で、それにまあ付き合ってる立場はどう思う？それはもう仕事ですよ。仕事でミュウちゃんに同行させていただいて、言ったら倍重視で来たけども、ご飯を食べるじゃないですか。そのご飯を一緒に食べさせてもらってるみたいな。おこぼれをいただいてます。でもじゃあ例えば、ここはね、仕事のさ、まあ言ったらみゆが YouTube やってて、それに出演とかしてくれてるから、仕事って関係やんか。だけどそのさ、一般的にさ、彼氏彼女とかってなって、彼女の方がめっちゃこうインスタ映え好きな子だった場合さ、まあ、まあ、デートのたびになんかとなるじゃんか。それに対してはどう思う？まあ、別にね、もしその彼女がそういうの好きだったらそれに付き合うんじゃないですかね。その彼女が喜んでる姿を見たら嬉しいんで、多分そうじゃないですか。けどずっとそれっていうのはあんまり良くはないと思うんですけど、それに気づける彼女であってほしいですね。例えばこの前は私のおしゃれな映え好きなところにデートに行ったから、今度は好きなところ行こうみたいな言ってくれたとかしてくれたら、すごい考えてくれてるなとか思いますけど、あんま僕行きたいところもないんで、結局好きなところ行っていいよってなっちゃうんですね、きっとね。なるほど。もしかして映えばっかで選んでいろいろ連れてってることを今、もしかして申し訳ないとか思ってます。仕事なんで思ってませんよ。お仕事だね。でもミュウは仕事だからそうだけど、プライベートでもこうじゃん。なんかご飯選ぶってなったらインスタで調べるし、ご飯選ぶ場所で食べログとか使わないからさ。ミュウちゃんはね、仕事とプライベートがもう結構混同しちゃってる。 YouTuber とかね、あの TikToker とかでも結構そうだと思うんですけど、プライベート行ったところが全部仕事になっちゃうじゃないですか。それやったらそれはもうしょうがないですけどね。普通のサラリーマンとか OL とかだったら仕事中にそれをとかないじゃないですか。絶対プライベートで行くと思うので、ま、そこはちょっと価値観が違うのかもしれないですね。でもさ、なんか YouTube とか撮ってなくてもどっかご飯行くってなったらインスタで調べちゃうし、映えがあったら写真撮っちゃうから、もう写真撮らない日なんてないのよ。もう365日何かしら撮ってんの。もうほんとくだらない写真から何か。そうですよね。だって約1年で携帯の容量いっぱいにしちゃいますもんね。そう、512GB の iPhone をいっぱいいっぱいにしちゃう。取りすぎでしょ。やばいよね。まあ仕事中じゃなかったとしても撮るじゃん。だから彼氏ができて旅行行くとかっていう時も絶対そんな写真とか撮るから、それはしてもらえる人がいいなと思うと、撮ってくれる人がいいなみたいな。まあ、どっちかですね。その彼氏さんがそれを全部受け止めて全て許容してくれる彼氏さんを選ぶか、ミュウちゃんが男性に寄せるか、どっちかですね。前者でお願いします。いや、なんかだから譲る気はない。全部とは言わんけど、ただそのなんだろうな、写真を撮るときにいやいや撮られるよりはなんか楽しんで撮ってる。まあまあ、いやいやでもないし、みゆちゃんがまとめてるからやるわみたいな感じも、まあそれはそれで嬉しいけど、でもどちらかというとそれよりも撮ることが楽しいぐらいまで行っちゃう人の方が好き。それはもう完全にカメラマンですね。もうしかもそれに特化したカメラマン、静止画。いやでもそんなことないよ。結構さ、仕事仲間とかでもさ、プライベートの時間とか共有してるさ、仕事仲間結構いるけどさ、みんなそれさ、なんか私にさ、訓練じゃないけどさ、まあ、でもそれは分かりますよ。一緒にいて写真を撮るときにこういう風に撮ってっていうのがあるんで慣れてきます。みゆちゃんがこう求めてるっていうのはなんとなく分かるようになりますね。それね、なん
か逆に私よりもこだわり出す子もいるわけよ。なるほど。あ、影響されて、そう、影響されて趣味になっちゃう。そうそうそう、それでなんか日常から撮る写真をこだわり出す構図とか、こだわって撮るからこそ、それじゃなく仕事仲間とかに頼むと、なんか俺がこまくなってないみたいな人もいるの。で、え、なんでこんな上手くなってんやろうと思ったら、なんか日頃から写真撮るたびにみゆちゃんの影響されてこだわってたら上手くなったみたいな。みゆちゃんの映えのこだわりが人をも変えるんですよ。なんかそれもいやいやじゃなくって、自然とそう変わっていく感じの人の方が一緒にいやすいかなと思って。実際分かんないよ、現実分かんないけどね、理想論。はい、ということで今日はちょっとね、なんか居酒屋さんだけど可愛い感じのところに来ました。そこでね、あの日頃の写真へのこだわりについてお話ししたんですけども、まあそういうのね、こだわりながらいつも撮ってるんだなって思って、今後 SNS 見てくれたら嬉しいです。はい、ということで最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価コメントお待ちしてます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。